遠くなってから5000万年が経過しました。この時期には小型哺乳類をはじめとする小動物が発達し、徐々に数や種類が増えていき、気候の変化により大きく対して中心性には動物の主流となった。この時期、アフリカ、アラビア半島、インドは北西に向かって移動し、大陸が現在の位置に向かって移動し続けているため、地球の姿も変化し続けている。時代が進むにつれ、まず地球規模での冷え込みが起こり、大気中の水分吸収能力が低下し、その結果気候的には乾燥が進みました。地球上では現在の気温よりも最大で5摂氏程度の全般的な温度上昇が徐々に起こっており、これは中心性の気候最適期と呼ばれる現象です。アフリカが2つに分裂し、大陸の動物は孤立し、猿をはじめとする多くの動物が自然災害の影響を受けている。地帯の断層が形成され始め、この断層の西側には長さ数百キロの山脈が出現し、インド洋からの湿った海流が通らないため、雨が大陸の内部にまで届かない。上部中心性では降雨量が少なくなったため、各地の熱帯雨林が衰退し、森林も大幅に減少しました。これらの新たな気候学的、地理学的条件は、西側の生態系、ひいては生命に大きな影響を与えることになる。この地域の動物層は、サバンナに生息するものと森林に生息するものに分かれており、その条件や適応戦略は全く異なる。サバンナに住む人々は、自分たちが発展してきた樹上の環境が失われ、身を守り、食べ物を簡単に手に入れることができなくなり、生活ができなくなり、生活ストレスが増大します。動物と同じように、植物もこの変化に適応しなければならず、一部の種は消滅したものの、中心性に存在した動物や植物の大部分は、現在も残っていることは重要である。このような環境下で、約1000万年前に、共通の祖先と呼ばれる、木の上に住んでいた奇妙な哺乳類が、新しい領域を探索するために、単純な方法で、短い旅をしながら地上に降り始めたのです。これは、何百万年にもわたる段階的な進化の始まりを意味します。私たちの歴史は、700万年前から600万年前にかけて、私たちの種としての家系の中で、最初の人か動物である、プレ・アストロピテクスから始まります。高150厘米，概算重量70千克时代，中心市，可能生息地，湿地带现场所，发现年2001年。こんにちは、自己紹介をさせてください。私はサヘラントロプスチャダエンシスです。名前の名前は、私が発見された地域であるサヘルと、ギリシャ語で人間を意味するアンスロポスに由来しています。私の名前は中名です。これは私の発見者がつけた名前で、私の骨格が発見されたサヘル地方のカヌリ語では、生命への希望を意味します。私は約600万から700万年前の人間です。詳しくは、私はメッシニアンと呼ばれる時代に属しています。これは724万6000年から500万3320億年までの期間をカバーする中心性の最後の時代または回を意味します。私の頭蓋体積は約300立方センチメートルで、現在のチンパンジーと非常によく似ており、身長は1メートル20センチ。体重は約70キログラムでした。私は今では絶滅してしまった人かの動物です。私は他の初期の人か動物とは何の関係もありませんが、それでも私は人か動物に非常に近い存在です。
私の化石はジュラブ砂漠で、私の種の6人のメンバーの9つの頭蓋骨と後頭2骨と共に発見されました。私の体に対する頭蓋骨の位置から、私は二足歩行を交互に行っていました。なぜなら、椎骨が挿入されている後頭部の空洞と頭蓋骨の下部にあるその位置から、私は二足歩行をしていたことがわかるからです。つまり、時折後ろ足で立ち上がって地平線を見ることがあったが、その時間は非常に短いものであった。700万年前の中新世と呼ばれる時代に私が住んでいた地域の地形は今とは違っていました。私が住んでいたのは古代コメガ、チャドの近くで、森や川、森のあるサバンナがありました。私の周りの動物層については、ゾウ、キリン、アンテロープ、カバ、ワニ、トカゲ、サル、ウオ、イノシシなど何千もの脊椎動物の化石が発見されています。歯の形態上、歯が小さいので硬いものは食べられないので、果物や種子、根菜などを食べ、小動物で補っていました。私が発見された場所、高木庵、140厘米、概算重量50千克，时代后期中新世，可能生息地前造常绿树林，少界 Chiboid Kasamin Cap Chiborek Ergai， 发现年2001年。こんにちは、自己紹介をさせてください。私はローリンチュジェネンシスで、2000年に発見されたことからミレニアムマンとも呼ばれています。オローリンという名前はトゥゲン語でオリジナルの人間という意味で、私の化石がケニアのトゥゲンヒルズで発見されたことからチュジェネンシスと名付けました。私の年齢は約610万から580万年前で、中荒世、特に後期中新世のメッシニアンに相当します。私の種は絶滅した。私が発見された場所では、男性か女性かわからない6人のグループから合計14個の破片が発見されました。そのうちの一人は、歯の大きさから非常に小さな子供だった可能性があることがわかっています。また、発見された大腿骨片の一つには、大型肉食獣の犬歯に相当する2つの痕跡があり、私のグループの仲間の一人が大型猫に狩られて食べられた可能性があります。私の発見者は、私が人類の家系に属すると考えており、アウストラロピテクス族とは異なると主張しています。したがって、私はアウストラロピテクスの直接の祖先であると考えられ、したがって私は人類の祖先です。私の身長は約1メートル40センチ。私の脳の大きさは、頭蓋骨の中に頭蓋骨の容量を測る材料がないため不明ですが、320〜380立方センチあったと推定されています。髄と脳が出会う空洞は、類人猿のような丸みを帯びておらず楕円形をしており、このことから私は二足歩行をしていたと考えられています。同様に、上腕骨と大腿骨の長さや形状、骨盤との連結部は、木に登る能力を保持していたものの、二足歩行であったことを示す証拠となります。歯列は人間と同じように犬歯が小さく、臼歯がかなり大きいことから、タンパク質の多い雑食性の食事をしていたことがわかります。私の食生活は、果物を中心に、おそらくアリなどの昆虫も食べていたと思います。私が住んでいたのは、木がたくさんある広々とした森の中、特定の文化的属性を示す証拠はありません。しかし、現代のチンパンジーが使っているような、枝や棒などの操作しやすい植物素材や、加工されていない石などの簡単な道具を使っていたかもしれません。私はアーディピティクスカダバです。私の名前の由来は、私が発見された場所の現地語であるアフラーという言葉で、アーディは土を意味し、それにギリシャ語で猿を意味するピティクスと最古の祖先を意味するカダバが組み合わされて、私のフルネームになりました。私の年齢は約580万から520万年前で、中荒世、
特に後期中心性のメシアンに相当します。私の種は絶滅した。1997年から2000年にかけて、現在のエチオピアで、し、顎、手、足指、腕、鎖骨、し、顎など、私の種の5人分のサンプルが発見されました。その後、2002年に、ミドルアワッシュの、アサ・コマ、という地域で、6本の歯が発見され、その特徴から、当初考えられていた、アーディピティクスラミジュスの亜種ではなく、私自身が新種に属するのではないかと研究者たちは考えた。したがって、私はチンパンジーから、アウストラロピテクスの後続種である、アルディピテクスラミダス、そしてホモ属の最初の種へと移行する際のつなぎ役なのです。私の脳は、現在のチンパンジーと同程度の頭蓋容量を持っています。チンパンジーの頭蓋容量は、320から480立方センチメートルです。私の体型や大きさについては、化石によると、現代のチンパンジーにも似ていて、大人が直立した時の身長は 1.5 から 1.7 メートルです。野生のオスの体重は34から70キログラム、メスは26、50キログラムです。足の指の骨格を見ると、二足歩行をしていたかもしれません。私の臼歯はチンパンジーよりも大きいですが、下の犬歯と上の前歯は人か動物のそれと似ています。ご臼歯が大きく、切歯が細いことから、果物や葉っぱ以外にもナッツなどの繊維質の食べ物を食べていたと考えられます。私が住んでいたところは、森や草原があって、湖や沼や泉があるところでした。特定の文化的属性を示す証拠はありません。しかし、現代のチンパンジーが使っているような、枝や棒などの操作しやすい植物素材や、加工されていない石などの簡単な道具を使っていたかもしれません。こんにちは、アーディピティクスラミジュスです。アルディは土、ギリシャ語のピテカスは、猿を意味し、ラミットは私が発見されたエチオピアの地のアムハラ語で根を意味します。でも、私はアーディと呼ばれる方が好きです。私の年齢は440万歳で533万年前から259万年前までの先進性、正確にはザンクリアンの時代に相当します。この時期の地球の平均気温は、現在よりも約3摂氏高かった可能性があります。この時期は、気候条件に制約された植物や動物が様々な地域に定住するようになり、植物学的にも動物学的にも、生物多様性の面で大きな変化があった。水塊の分布も、この時期に大きく変化しました。その一例として、地中海の盆地が大西洋からの水で、再び満たされ、いわゆるメシレンセの潮の危機が終わりました。進化のツリーでは、私はホミニンかホミニンアカに属し、サヘラントロプスやツゲネンシスと同じ場所にいます。しかし、私の最も近い祖先は、アルディピテクスカダバです。私の種は、アウストラロピテクスの直接の祖先ではないかと推測されています。この仮説では、私は人間とチンパンジーの最後の共通の親戚ということになります。私の種は絶滅した。化石が発見された場所から、研究者は私がエチオピアのアワッシュ谷周辺に住んでいたと考えていますが、ケニアでも化石が発見されており、私の種の他のメンバーのものである可能性もあります。1992年から1993年にかけていくつかの上顎骨が発見され、その後2005年にはエチオピア北部のアスドゥマで少なくとも9人の遺骨が発見されたと報告された。その後2009年にアファール渓谷で新たな化石が発見され、少なくとも36人の仲間の235体の遺骨が見つかりました。例えば、
骨盤の上部の形状から二足歩行であること、背筋を伸ばして歩いていたことが分かりましたが、手足の反対側の足指とも呼ばれる母趾が内側に偏っていたことから、足の外側で歩いていたのではないかと考えられ、長距離を歩くことができなかったことが分かりました。また、足の裏のアーチがはっきりしていないことも、長い距離を直立で歩くことが難しかったことを示しています。また、私の頭蓋骨の位置は、サイズの小さい頭蓋骨の底部がちょうど背骨の上に位置しており、骨盤、大腿骨、脛骨が二足歩行を示していることから、ある程度の二足歩行であることがわかります。私の体質の割合は、チンパンジーや現代人とは大きく異なっており、この違いは二つの種が分離した後に生じたものであると考えられます。私の脳の大きさは約350立方センチメートルで、チンパンジーと同じでした。身長は約 1.20 メートル、体重は約50キロでした。歯に関しては、現代の類人猿との類似性がありますが、人間との関係を示す特徴もあります。臼歯の大きさは、他の歯に比べて比較的大きかったです。私のエナメル質の厚さは、アウストラロピテクスよりは少ないが、チンパンジーよりは大きかった。私の前歯の臼歯は、人間と同じような配列になっていました。主に野菜を食べていましたが、脊椎動物や小さな昆虫も食べていたので、チンパンジーよりも雑食性です。果物や木の実、卵、小さな哺乳類も食べていました。私が400万年前に生きていた頃のアラミスは、川や小川が流れる緑豊かなジャングルで、雨が降らなくても非常に湿度の高い森のようなものでした。動物相は象、アンテロープ、キリン、ケンシキリン、数種類の猿、数種類の鳥類などの動物で構成されています。特定の文化的属性を示す証拠はありません。しかし、現代のチンパンジーが使っているような、枝や棒などの加工しやすい植物素材や、加工されていない石などの簡単な道具を使っていた可能性もあります。